今日はね、贅沢にカツオのたたき行きたいと思います。ほう、生ハム食ってないなと思って、魚ぐらい攻めて食いたいなと思ってた矢先にこのカツオのたたき、はい、まあ完全生とは言えないですけどまだ完全生にはたどり着けてないですけど、僕なんか安かったんですね、468円、忘れましたけど、まあ言うてでも贅沢です。真空パックであったんです。すぐ買わせていただきました。もうカツオのたたきめちゃくちゃ好きなんです。だから結構彼女と同棲してた時なんかは、はい、まくってた、はあ、うん、まず切ります。おぉ、いいやん、うまそう。もうこれはほんまね、 DHA 半端やないから、ドコサヘキサエン酸、これがすごいのよ。で IPA もすごいの。あ、違う、 IPA 違う、 EPA IPA はあれや、インディオペールエールのことや、ビール。あ、そうなんや。そうそうそう、インディオペールエールIPA ってあるやん。日本で言ったらミノービールね。うん、ミノービールは WBC 取ってますからね。 WBC、 うん、そのワールドベースボールクラシックじゃなくてワールドビアクラシックの方あ、そうなんですね、うん、ミノービール、スタウトやな、あれでも取ってたの。スタウト、スタウトっていうのがあんねん。あ、まあ知らんと思うあんまちゃんやんから知らんと思うけどすいません、うん、うん、まあビールの種類ですよね、いろいろあんのよ。そうです、うん、EPA でした。 DHA と EPA が半端ない。であとビタミン D もすごいですから。ビタミン D っていうのは免疫効果を上げるから、最近多分日光浴びてないと思うんですよ、みんな。ビタミン D っていうのは日光から得られるものが多いんで。そして意外とカツオっていうのはね、ビタミン B1 っていうのがものすごく豊富なんです。 D だけじゃなくて、叩きに、ようあれ玉ねぎ乗ってるでしょ。玉ねぎはね、これアリシンっていう成分があるんですけども、このアリシンっていう成分、玉ねぎに含まれてるアリシンっていう成分と、このカツオに含まれてるビタミン B1、 この2つ、アリシン&ビタミン B1、この二つ結合したら、疲労回復効果がえぐいっていうのがね、こう実験で出てるんです。はぁ、あ。で、こことここ、組み合わせてください。いいコンビなんで、ほんまに。もうここはもう、アシロギムトです。バクマンで。もう、筋肉マンでいう、ゆで卵さんですよ。あれ意外とタッグっていう、意外とタッグなんですよ。はい。すごい心身ともに疲れたりしてると思うんで、お前らみたいなもんは。ぜひ食べてください。血合いがね、取るんです。パラッと振ります。中1の時にこれようやってました。この手法。これ。ペラペラペラと、うまそうやな。これがもともと言ってたやつで、これがごま油、ごま、砂糖、あとちょっとお酢がなかったんで仕方ないですけど、バルサミコ酢を使わせていただきました。バルサミコ酢ちょっともらったんで、友達ですか。はい、女友達からもらったんで、ちょっと、あ、女友達ってあれですね、女性の友達からいただいたんで、ちょっと今回使わせていただきました。見てる？いただきます。うん、うわ、これベリーうまーばやな。うん、めっちゃうまい。久々に食うたからかもしれない。生の感じを。だいぶうまい。いや、これ、馬照らす大神やな。一番うまいかもしれない。今年。これはほんま、うまんつええ味。バンドエイジ。ゆで卵でした。ゆで卵先生、うざした。